こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、一日一元、心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはロシア皇帝ピョートル1世のこの言葉。火事が起きると皇帝が小さな消火ポンプを積み込んで真っ先に駆けつけることがあった。外国の大使がピョートル1世を表して語った言葉です。緊急時の素早い初動体制と行動力。緊急時には自分が胃の一番に現場に駆けつけるぐらいの気持ちで臨まなければなりません。今日はロシア皇帝ピョートル1世の言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。